皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画、10回目は CAN についてのお話なんですけれど、 CAN っていうと何々することができる、この意味だけが頭に残っている人は多いと思います。でもできるという意味だけじゃないというお話もします。まあ基本はできるなんですよ。文を見ると、括弧1、 I play the guitar、 I play the guitar、 で私はギターを弾きますと言って、楽器の前には座がつく、これも覚えておいてくださいね。これ普段弾くという意味なんですけど、これギターを弾くことができる、弾く能力があるよというこういう意味の文にしたいときには can を使って、I can play the guitar。 こうなります。 I の後ろに can を置くと、主語の後ろに can を置いて、I can play the guitar、 これで私はギターを弾く能力があるんだよという意味になりました。括弧2番、 He speaks Spanish、 He speaks Spanish、 彼は普段スペイン語を話しています。ね、主語は He なので Speak の後ろに3単元の S がついています。これを彼はスペイン語を話すことができるという意味に変えるときには、 He の後ろに Can を入れて、 He can speakSpanish。 こうなります。この時元の文章3単元の S がついているんですけれど、 can の入っている文章ではこれ3単元の S はつきませんね。 He can speak、ね、Spanish、 こうなります。つまり何々することができるという文章に直したい時、主語の後ろに can、 これを入れて、動詞は何もつかない元の形、原型になると、このことをここで覚えましょう。では次は否定文と疑問文、この作り方に移ります。否定文を作ってみます。否定文ですね、何々じゃないという文章ですね。ここではできないということになりますけれど、括弧1番、 You can swim、 You can swim、 あなたは泳ぐことができます、泳ぐ能力がありますよという、これを泳ぐことができないという否定の文章にするときにはこうなります。 You cannot swim、 You cannot swimCan のところは cannot という形に変わります。この cannot の書き方分けて can not、 こういう書き方もありますけれど、最近ではこちらの書き方あまり使わないようになったようです。ですからつながったこちらの cannot を書いておきます。2番です。 She can read Japanese、 She can read Japanese、彼女は日本語を読むことができます、日本語を読む能力があるということですね。これを読むことができないという否定文にするときには、cannot 以外でこんなことを使います。 She can't、 これ cannot を短くした形、短縮形ですね。 She cannot readJapanese。 She cannot read Japanese、 または She can't read Japanese、 どちらを使っても構いません。つまり否定文、これは can の部分を can not または can't
ね、省略ですね、短くした短縮形、これに置き換えれば否定文ができるということです。次は、疑問文です。では疑問文を作ってみます。括弧1、 He can swim well. He can swim well. この well というのは上手にという意味なので、彼は上手に泳ぐことができます、こういう意味の英語です。これを彼は上手に泳ぐことができますかという質問の文、疑問文にするときにはこうなります。この2番目に来ていた can、 これを主語の前に置き直して can he swim well でクエスチョンマークですね。 can he swim well? can he swim well? これで彼は上手に泳ぐことができるんですかという疑問文、質問の文章が完成です、ね、こことここを入れ替えるだけなんですね。簡単です。答えはもしできるんだったら Yes, he can. Yes, he can. はい、できますと。ダメだった場合は No, he canNot. No, he cannot.、ね、こうなりますね。Can he swim well? Yes, he can. No, he cannot.、こんな風になるわけです。括弧2番は You can hear me. You can hear me. あなたは私の言ってることを聞くことができます。これを聞くことができますかという質問の文章、疑問文にするにはこの can を一番前に持ってきて Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? こんな風になるんですね。これよく電話なんかで聞き取りづらい時、ね、Can you hear me? 聞こえてる、なんて時にね使うんですね。 Can you hear me?私の言ってること聞こえてるって。もし聞こえていたら Yes、 自分のことなので I にして Yes, I can、ね、Yes, I can、聞き取りづらいよ、あまり聞こえないよっていう時には No, I can't、 こんな風に言えばいいんですね。 You can hear meCan を言うのを前に持ってきて Can you hear me? Yes だったら Yes I can。 No だったら No I can't。 こうなります。つまり疑問文、これは Can を主語の前に置く、これだけで疑問文ができます。もちろん最後にクエスチョンマークをつけるの忘れないでくださいね。ではできるという意味じゃない時の Can、この話になります。では can を能力がある、何々ができるという意味以外で使う場合、これを3つ紹介します。1つ目が許可を求める場合ですね。窓を開けてもいいですかと相手に尋ねるとき、ね、こう言います。 Can I openThe window? Can I open the window? Can I open the window? これね、can を何々ができるという意味で訳すと、私は、ね、窓を開ける能力がありますからっておかしいですよね。ですからこの can I open the window っていうのは相手に対して窓を開けてもいいですかとこう許可を求める意味で使っているんですね。Can I open the window? もしドアを開けてもいいですかだったら Can I open the door?、ね、あなたのこうペンを使ってもいいですかだったら Can I use your pen? とこうやって許可を求めるわけです。2番目はお願いをする場合 Can を使います。手伝ってもらえますかと、こういう時には Can you
help me? Can you help me? Can you help me? ね、私を手伝ってくださいとお願いをするんですね。この場合は Can you help me? とこう言います。で、1番と2番の場合、大丈夫、いいよという場合は Sure、ね、No problem OK All right なんで、こんな答え方がありますね。ダメな場合は Sorry、 こっちの場合は Sorry you cannot、ね、あーごめん、ダメなんだとか、ね、寒いからダメだよとかね、こっちの場合ももちろん Sure とかね OK とか言うのはね、受ける場合大丈夫だよっていう。ダメな場合は Sorry, I'm busy ごめん、今忙しいからダメって、こんな返事の仕方がありますね。それから3つ目、これもうよく使ったと思いますけれど、いらっしゃいませってお店で店の人が言う場合、ね、Can I helpCan I help you? Can I help you? ね、あなたを手伝うことができますかっておかしいですよね。つまりあなたの買い物のお手伝いができますかという意味でこれ言ってるんで、日本語だといらっしゃいませに当たりますよね。 Can I help you? これ Can の部分を May にして May I help you? と、こういう言い方もあります。今回は CAN についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。